はい、戦国武将紀行番森金子ですね、この方はですね、このこちら小牧長久手の戦いに参加したんですけど、まあ、こちらでですね、まあ、家康方の将ということで、戦死してしまったと。まあ、この方は近江の出身ということですけど、もともとは織田家の関係ですね。まあ、なんか近江というとね、秀吉方につくんじゃないかっていう感じしますけども、家康の家臣として遠州の木賀ですよね、まあ、直虎でも出てきました木賀、そこを領していたということですね。この墓碑は後になって建てたようですね。なるほど。なるほど。はい、仏ヶ岳の戦いで亡くなったと。38歳、若いですね。ちょっと墓碑なんで全体像だけでということで、こんな感じですね。慰霊碑の方が立派すぎてか大きすぎるんで、相当3000人って書いてありますけど、の方が亡くなったということになりますね。はい、晩若狭の神森金公の墓碑でした。